次の戦争か。ヴィッセルバンク、ビヨン銀行、いろいろいるな。あ、でも結構勝てそうだね。利用可能分あるんで、もうバンバンいっちゃいましょう。お、鉄ナイス。これはいただこう。よし。結果としてはね、1万、我々は4万5千入れましたね。4万5千入れて、3万対7万2千と。絶対王者よ。で、香料ある、また。塗料か。また変わったね。普通に家買うか。私たちが戦争で金を投資するとき、私たちが支援している地域で財産を取得すると。なんで、ライセンスを持っている場所のみですと。でしょうね。次、どの地域にも10万ゴールド投資する。地域に投資することによって、あなたはその経済を刺激する。地域投資を10万しろと。今4000しかしないんで、相当長くですよ、それは。あ、こういうことですよね。まずそもそもね、ポルトガルとかしたら他の銀行いるんで良くないと思うから、この戦争後に銀行増えるでしょ。そこでがっつり資産半分にしてやるみたいな感じかなと。じゃあ上げとこうか。なんか言われてないのでね、上げとこう。あ、来た。香料ゲットしましょう。で、売ればいいんでしょ、これ。安いかな。1ターンで得る利益は377と。めちゃくちゃ安いですね。贅沢品は、まあ、ひたすら貯金かな。贅沢品貯金だね。ちゃんと普通に家あるから家でいいんじゃないの。ちゃんとはちゃんとちょっとさあげよう。んー、これで6000か。いいかな。じゃあ相当あげないと意味ないよね。穀物、穀物が高く売れるって時期なんだ。しまった、穀物売っちゃったね。そもそも穀物をお金に変えれたんだ。で、ここで変えたらどうなんだろう。穀物ってこんなもん値段がいまいち分かんないか。あー、確かに触ってみるとないね。こういうイベントで稼げるのか。なるほど。農資源も抑えておいた方が基本はいいんだろうね。1ターンばっかですね。まあ一応増やすか。最低3万と。穀物ちょっとゲットしよっかな。じゃあ家具とかあるかな。贅沢品おのおのにこのイベントがあるならね、意味ありそうですけど、これ干ばつなのかな。マーク的にはめちゃくちゃ多いな。投資先が多すぎます今。悩んじゃいますねこれはね。そうだな。でっかい家かな。チャンドーのとこでね。これは投資効くんじゃないか。さっきよりもさらにね規模が増えましたんで。400か。まあ、売るときの値段も変わるんで、早く売れるようにしようか。はい。で、仮装。一旦しかないな。これこそ増えないから、もうちょっと。人は、増えますね。よし、見つけてきます。二人も優秀な子が来ました。これ1万8000ね。貸す方も大変よ、そうなってくると。あるかな？お、あるね。
57が800 相場がわかんないな。まあ、1倍が一番高い。これなんか、ロード力の場合は1倍が一番安かったんですけど、一番ね、美味しいやり方を進めてくれるみたいですね。我々に。非常に良心的な設定ですよね。お、いつの間にか、イングランドのメルシアとウェールズ。もう軍費が全然ガチで入れてて圧倒的に勝ってるんだけど、ちょっと待って、うちまで入れないと。よし、もうここないよこのジェネラル銀行とで取り合いをしてますね。8万。いつも通り入れてね。さあ次こそ落としたいと思ってますから。オッケーオッケー。やっぱ減ってないね、歯車。イベントがまあないからいいんですけど、なくなるほど不動産買おうっていうね、一応目標はあるんですが。あ、来た来た来た。あんまりね、その目標たどり着いてないかな。よし、さあ、あと2ターンです。5ターンいいね、5ターン。今回はちゃんともうお金貯めていこう。多すぎても良くないのかな、どうなんだろう。我々今どこにいるんだ何があった今回ね。すごいよ、前々回からもう急激な上昇率。もし我々の株式が存在したならば相当な上昇でしょうね。総価値が半端なく上がってます。現金比率があまりにも低いんで、それが致命的な弱点であると。ちょっと売れるもん全部売っちゃおうで作戦かな。そんなあった、12万になったんだけど大丈夫。なんか売っちゃいけないもの売ったから。7万ももろあったのか今。凄まじいぞ。でちょっと抑えめ投資いきますか。2、3000でいきましょう。さあ15万貯めました。いきましょうか。さあこの場合さ、うちの位置ってさ、止めて止めて、これバンコブフルチ16万なんで、あ、買える買える。よし来た、ついに IMF 通貨基金の取引へ。早かったのかな、大丈夫ですか。 2.8% か、めっちゃ高くないどうだろう、早すぎた気がする。次はなんか払えたら払えたで早すぎるっていう、そんな気がしますね。ここも入れないといけないか。ポルトガルで、お金はまだありますからね。24,900、オッケーオッケー。さあさあさあ、一応ねちょっと変えましたけども、まだ本部とはなっていないと。ランキングは現在、大幅に下がりましたね。一気にお金がなかったんで変わってしまいましたが、どこで落とすかもテクニックなのかな。行った瞬間行きましたけども、ちょっと進みますか。戦争終わった？危な、大丈夫だよね。ここはポルトガルか。まあ、勝ってますが入れてみましょう。銀、銀いいね。銀欲しいな。なかなか手に入んねんじゃない。この辺でしていたはず。あ、なくなった。リトアニアになりましたね。
足りてなかったか。ちょっと不動産不足かな。で、ここなんかあるんじゃないかな。ちょっと待って、最悪取り返しに行こう。これ戦争中でやっぱなかったのか。ああ、あったあったあった、鉄。戦争よそれは。リボネ命令しましょう。取り返せ。告して武器を持っていません。まだ4ターンありますから、これから湧いてきます。ちょっと現金比率が怖いな。これ売ってみるか売ってみるか、おかしいか。まあ大丈夫だよね。ちょっとあまりにも少なく破産が起こるかもしれませんと。それは怖い。先に払う場合ダメだもんね。売りましょう。さあここですね。あ、これだけじゃ足りないよということで、残りは3万まで。あ、そっか、エストニアだとそんなないか。穀物出ましたね。いらないんですけど、まあしょうがない、取り返す攻めなんで投入しました。資材をね投げ打って入りで、上が高いんだよねこれは基本的に。穀物増えましたね。これ何？アイボリー。こっちのもの全く分かんないね。謎のものを送ってくれるみたいですけど。ここら辺買っとくか。これ大丈夫？こっち、こっちかな？ん？あ、そっか。両方あるから出てんのか。中立にはならないとね。チャンドーはね、大事な植民地ですから、我々の植民地チャンドー。そして権威を司る強硬国家、鉄とお金ね。でこんな感じがいいのかな。トスカーナ強硬国家で1個ずつ持ってるみたいな。複数持つことで戦争のね情報を逐一見れるようにしようと。でリボニアが若干少ないのかな。だからここもっとね取っていこうと。さあこれにしましょうか。てか消費5000もあるんだね。何でそんな払ってんだろう。だ給料もすごいか、税金もすごいけど、なかなか給料払ってますね。で我々一時期ね、上位来ていましたが、どうなんだろう。このゲーム資産上の方からなんか解禁されていくんで、下から解禁されていくんで、現金多いけど資産が少ない方がオークション有利なんだよねきっと。ってことを考えたら、オークション近辺だけ一旦不動産売るみたいな、そういうテクニックもあったりするんじゃないかなと思いつつ、まあここまでにしましょうか。いやどこまでね行くのか分かんないですけど、まあこのオークションにちょっと乗り続けて攻めてみようと思います。ではサイエンスっていうのがあるんですね今更ですけど。待って、めっちゃポイント触れるんだけど、これ今からでなんか間に合うもんですかこれ何がゲットできるんだろう。ゴールドパーターン500ワークパーターンとか、毎ターンの生産が上がるのかな、ボーナスでね。ゴールド倍 50%、インクルーシブゴールドバイ 50%。 何それ上がるなのかな。ビルディング本社レベル1、ボーナスでレベル1、上がるじゃないですかね。どういうことだろう、この辺分かんないな。
これは、サラリーが 8% 下がるですね。減少させれるとか。上がってる上がってる。建物がちゃんと上がってますね。ってことはさっきのじゃあこの、フリーゴールド倍 50% は半分のゴールドもしかしてもらってるのかな？もっと大金出ればよかった。しまったね。2000フィアパーターン。恐怖を2000生み出すと。これ強すぎないか。これやっていいものなのか。これチートみたいに強いですけど。インフルエンス影響だね。インフルエンスはこっちの影響で、さっきの恐怖が主にね、ここで使う。これね、ちょっとやばくないですかね。サイエンス、でもなくなるから、まあちょっと振っときますか。まあそもそもね、そんなめちゃくちゃ増えないんで、同時進行的に振っていく感じだったんでしょうか。で、下はなんか売ったりとかなんで、まあ、生産物を売るときのボーナスがあるんで、そういうことか。だからなんかその、ねえ、なんだろう、家具とか本とか、あんま高くないなって思ってたんですが、ボーナスがあったんだね。80ランクポイント。ランクポイントって何？ランクポイント。今上がってるみたいです。あ、もうなくなったね。で、こうやって設定できるんだ。多分これで勝手に増えていくのかな？さあ、今回ね、最後の方になんか、サイエンスのゲットしましたが、凄まじいツリーがあります。最終まで行くと、あ、これ、このサイエンティフィックビクトリーっていうのがあって、多分この系統の勝利か、多分ターン制限がある中でこれを進め切ったら、それはそれで勝利すると、いろんなクリア方法があるんですね。じゃあ、一つが多分この連邦準備制度の制圧なのかなと。で、もう一つがサイエンスか。いや、どっちで行こうかな。いや、一応ね、科学よりかは、やっぱり金融を支配すると。世界の貨幣を支配する。ドルを持つと。そこは目標ですね。一応今が1522年と。アメリカの中央銀行できたのが1910年くらいかな。だと思うんで。まあ、日本の中央銀行より後にできてますからね。時間はあるんじゃないか。これがね、アメリカとのは決まってないですけど。まあ、オークション狙ってね、攻めていきましょう。で、まあ、ちょっとさっき話したね、この、資産を落としながら、現金を増やそうぜ作戦。それをして効率よく、オークション回収できたらなと。どっかで見れんのかな、なんか、その比率みたいな。見れたらいいんですけど、現状多分、ユニオンが 7% で、どこだっけな、もう片方。どっかが 8% くらい落とした気がするんで、うちの比率が低い気がするんですよね。